亀梨和也、木村文の山下智久ドラマエンディングで僕運ダンス、キュートな仕草で見せる。15日より日本テレビ系新ドラマ僕運命の人です。毎週土曜夜10時米印初回14分拡大がスタート。エンディングでは亀梨和也、木村文の山下智久がダンスを披露する。エンディングでダンス披露。初回放送のエンディングでは亀梨と山下の亀と山 P による主題歌背中越しのチャンスのワンコーラスが地上波初を披露め、加えてエンディングでは亀梨、木村、山下の3人が同曲に合わせて可愛らしくて覚えやすい振り付けの僕運ダンスを披露。どのメディアを通じてもダンス姿を初めて見せる木村修二と明以来12年ふりにスペシャルユニットを結成した亀梨と山下がキュートな仕草で見せる。12年ぶりユニット亀と山 P も話題。同ドラマはガンナに運命を信じる主人公を亀梨が演じ、それをガンナに拒否するヒロインを女優の木村が演じるラブコメディ。山下は主人公の恋を後押しする自称神と名乗る謎の男役として出演する。モデルプレス編集部。僕、運命の人です。第1話あらすじ。この4月、都内の会社に移動してくることとなった正木誠、亀梨和也。彼は女運がなく、なぜか付き合う女性たちには大きな難があり、局に別れを告げられるような恋愛を重ねていた。そんなある日、誠の目の前に自らを神と名乗る謎の男、山下智久が現れる。彼は突然、誠が運命の人と信じる現在交際中の女性について、残念ながら君は騙されていると言い放つ。怒る誠だったが、謎の男がテレビをつけると、そこには、つつもたせの容疑者として、今まさに逮捕されている彼女の姿が。愕然とする誠。なぜ自分はこんなにも不運なのかと嘆く誠に、神様は言う。それは君に、本当の運命の人がいるからだよ、と。そして差し出す一枚の写真。それは水海月春子、木村文乃の写真だった。ただ、誠は春子のことを知らないダッシュ。自称神の男が言う、本当の運命の人、水海月春子。彼女とは顔見知りではないが、実は5歳の頃の海水浴場で大学受験の時の試験会場で今年の初詣の神社で何度も運命のすれ違いを重ねていた女性だという。そして今彼女は誠が移動してきた会社の壁を挟んで向こう側、背中合わせで仕事する運命の距離にいるという。春子は今年30という年齢を迎えながら男運に恵まれず、次こそが最後の恋愛にしようと堅実で地に足のついた人と恋愛することを願っていた。謎の男から不思議な運命を告げられた誠は会社のビルで春子と同じエレベーターに乗り合わせる。焦る誠。ただ勇気を振り絞って声をかける。あの、僕、運命の人です、と。が、もちろん突然のそんな発言を、春子は気味悪く感じてしまい、ダッシュ。
最悪の出会いから始まる最大の運命の物語。振り返れば運命だったのかもしれないあの偶然の数々。運命を武器にした一人の男が運命なんて信じぬ難攻不落の現代女性に立ち向かう恋の冒険が今始まる。びっくり